幕末の時代、貧しい者、痛める者を分け隔てなく介護し、日本のナイチンゲールと言われた伊留岩子さんの物語です。踊り立ち方、紫さよさんです。どの橋に渡ったら会えるでしょうか。この世の幸と安らぎに、親なき子らの捧げた琵琶湖のように生きて悔いなき慈愛の海に導き流れ子さんに負けないように、北方出身の加納優子です。愛しい人の名を呼んでるような野に咲く分けずに愛した琵琶湖の